吉野さん、気をつけてくださいよ。やる気がなくても100万200万500万1000万払う人はいるんですよ。それこそやる気がない人にとってみたら3万円払おうが10万円払おうが100万円払おうがあんまり大差ないんですよ。だってね、専門学校や大学に進学する人見てくださいよ。やる気ありますかね。逆にやる気ないから進学するんじゃないですか。で、専門学校や大学に行ったら遊べるじゃないですか。なんか知んないけど1時間あたり4000円の授業料払って時給1000円のバイトしてるわけですよ。マイナス3000円じゃないですか。こういう計算ができない人が進学するんですよ。もちろん全員ではないですよ。ちゃんとできる人もいると思いますよ。じゃあいろいろ問題になってますけども、奨学金ね、きつい言い方しますけども、奨学金すら返済できないような就職先に落ち着くための大学って何なんですかね。少なくとも奨学金っていうものを借りて返済をする予定で進学するならそれなりのパフォーマンスが出せて、それこそ社会に出てね2年3年経ったら全部返せましたみたいな仕事をするべきなのに、10年近く奨学金に縛られちゃうわけでしょ。じゃあ何のために奨学金まで借りて進学して勉強して就職活動に臨んだんですかってことになっちゃいますよね。だったら何の借金もせずに大学も行かずに専門学校も行かずにポンと高卒で月収20万30万を目指した方が良かったみたいな笑えない結末になるんじゃないかなと思うんですよ。で、今回言うのがね、金を払ってもやる気がないやつはずっとやらないということでございます。いってらっしゃい。